こんにちは、永田です。今回はカルディの購入品をご紹介していこうと思います。そして髪をね、切りましたたんですけど、まあわかんないですね。ちょっと前髪伸ばしていこうかなと思って、前髪はいじらずこの辺をちょっと短くして後ろをすっきりさせてみたいな感じで、でカラーはちょっと赤っぽい色に染めてもらいました。今回はね、いつも担当してくださってる美容師さんがお休みだったので別の美容室に行っちゃったんですけど、いい感じにしてくれてよかったなと思っております。はい、なんで前髪を伸ばそうと思ったかっていうと、この間代官山の蔦屋書店で黒髪のアゴラインの切りっぱなしボブのお姉さんがめちゃくちゃ可愛かったので、私もこうなりたいと思ってちょっと伸ばしてみようかなと思って伸ばすことに決めました。はい、ではカルディの購入品をご紹介していこうと思います。今回私がカルディで購入してきたものは本当に私の趣味が詰まったアイテムたちだなって思います。はい、じゃあまず一つ目、私本当にね大好きなんですよ、レモネード。シチリア産レモン使用のレモネードベース。でこれはレモネードベースと冷たい水や炭酸水を注ぎ、よくかき混ぜてお召し上がりくださいって書いてあります。ホットでもいけるみたいですね。5倍濃縮タイプ、5倍希釈のものらしいです。私は結構酸っぱいのが好きなので、もうちょっと濃いめに作っちゃうかもしれないけど、早く飲みたいです。次はこれ結構有名だと思います。これも希釈するタイプの紅茶です。ブラックティーですね。これブラックティーのアールグレイもあるんですけど、アールグレイ飲んだことなくって、でまあこっちも飲んだことないので、とりあえずこっち飲んでみようかなと思って買ってみました、うん、これも5倍希釈ですね。炭酸で割っても美味しいし、お水で割っても美味しいっていうやつです。ギャバンのブラックタピオカ、どうしても今すぐ作りたいと思っちゃって買ってきました。今度こそは成功させたいですね。水で一晩ふやかして、お鍋で2、3分から5分とかだったかな。失敗しないように頑張ります。海藻トロットスープ、お湯を注ぐだけで簡単海藻スープができるよっていうやつですね。私小さい頃から海藻がめっちゃ好きで海藻が好きなので、これがね1個あると、これを入れてお湯入れるだけでスープができるっていう素晴らしいアイテムなので、これを買ってきました。で私雑炊とかもめっちゃ好きなので、めんどくさい日とかよく食べるので、これあったらこれもポッて入れて味もついてくれるし、めっちゃ便利だなと思って買いました。消費がめちゃくちゃ早そうな気がします。塩けんぴ、私芋けんぴもめっちゃ好きなんですよ。なんかチョコレートとか生クリームとかの甘いものは苦手なんですけど、みたらし団子とか芋けんぴとかは好きなんですよね。しかもこれ塩けんぴでちょっとしょっぱいらしい、食べるのが楽しみです。紅茶の甘栗、ツイッターには書いたんですけど、めちゃくちゃ甘栗剥いちゃいましたを食べてて、最近甘栗に目がないので紅茶の甘栗なるものを見つけたので購入してきました。食べたことないんですけど、ちょっと食べてみようかな。あ、でも甘栗剥いちゃいました。すっごい紅茶のいい香りが、めっちゃいい香りする。甘栗剥いちゃいましたよりはちっちゃいかなっていう感じですね。なんか甘栗剥いちゃいましたを甘って感じる人は、ちょっと爽やかさ、紅茶の爽やかさが加わってるので食べやすいかも。なんか紅茶と甘栗ってどうなのって思ったんですけど、なんていうのかな、私本当に食レポとか絶対向いてない人間だと思うので、それを認識した上で聞いてほしいんですけど、甘栗特有の甘ったるさがなくなって、紅茶の香りと栗の甘さがいい感じに混ざり合っておしゃれな味になってる気がしますか。でも食べてみてほしい。おしゃれな味なんですよね。おしゃれな味ってなんだよ。はい、そんな感じです。うん、おいしい、買ってよかった。はい、以上が私のカルディの購入品のご紹介でした。なんかカルディで買い物するときってすっごいワクワクするし、そのシーズンごとの特集というか、ハロウィンだったらハロウィンのアイテムあるし、今だったらクリスマスのアイテムとかもたくさんあるしっていうので、季節感も楽しめるし、お買い物してても楽しいし、すごいカルディ楽しいなって思いながらお買い物してました。カルディ通の方がいたらぜひ
おすすめコメントで教えてください。はい、では今回も最後まで見てくださってありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録、高評価、Twitter、Instagram のフォローもお待ちしております。永田でした。ハンサムヘア復活。